近畿大学付属と8日高等学校。中学校は、兵庫県と8日市にある近畿大学に付属する中学校、高等学校である。中学校、高等学校とも二週目一日制、五十分七時間授業であり、授業日数は年間二百三十五日以上と定められている。補修授業が設けられている場合もあるため、一般の公立高校、中学校より、授業日数、 授業時間とも多い。完全下校時刻は、高校で20時、中学校で18時と定められている。中高一貫コース、分離特進コースから、ほとんどの国公立大学合格者が排出される。放課後や休日に補修授業が設けられている。補修授業の科目や量は担任を及び教科担当が決めるので、学年やコース、文系、理系によって様々だが、 分離特進コースや中高一貫コースは補修授業が非常に多い。A 棟、C 棟の一部教室では黒板の代わりにホワイトボードが導入されており、それに投影できるプロジェクターが設置されている。また、2019年からは生徒が一人一台個人端末としてクロームブックを購入し、普段の授業などで利用している。コースごとに A、D 棟に校舎が分かれている。 山院地方のみならず、他府県からも通学生する生徒も多い。そのため入試は3カ所で行われる。入試成績等によっては別のコースを受けていても最難関の分離コースに入学できることがある。制服はカッターシャツや靴下まで指定品である。学校の創立50周年を記念して制服が新しくなった。男子のブレザーとスラックス。 女子のスカートは中学校、高校で共通のものである。そのため、中高一貫の生徒はそのまま使うことができる。半袖シャツグレーのスラックスこの文化祭は、金媒祭と呼ばれ、6月の土曜、日曜の2日間行われる。6月に実施される理由は、大学入試を控えた、高3生中6生の学習時間の確保のためである。金媒祭の由来は、 近畿大学の金と学園花である梅を合わせたものである。以前は警備上の理由からチケットを持った保護者や地域の子供しか参加できなかったが2010年から2日目に一般公開が行われている。基本的に第2土曜日は生徒家庭学習日となっている。カッターシャツは白、サックスミントピンクの4種類がある。中学校ではブレザーの下に 紺色のセーターを着用する靴下の色は黒、紺、白の3種類がある。中学校ではブレザーの下に紺色のセーターを着用する靴下の色は黒、紺、白の3種類がある。女子はハイソックスもあり黒、紺の2種類がある。ありがとうございます。